ご秒前です。四三。こんばんは、こもさんです。頭さんですお願いします。よろしくお願いします。まあ世間でもまあいろんな話題はあるんですが、僕、うん、この間めちゃくちゃ恥ずかしいことがありましてね。えー、あのー、先週取引先の新社長就任パーティーっていうのがあって。 でそこへ行かしてもらった時にギリギリの時間やったんですよで一旦会社へ行ってて梅田の会社アンテルちゃん行っててそこから電車乗って宝塚へ行こうと思った時にエレベーターでちょっとカバン落としましてねであっと思ってこう乗ったんですよそしたらその時にズボンがビリッて破れたああようありますよねで でまあまあ、夏物の薄いスーツやったからシャ,シ,ャシャトーの今から行かなあかんのにそれがねここを今あ写真出しますけどもう30センチの物差し分ぐらい破れてしまってし,し,しかもコモさんやったらそって規制品ないもんな,ないんですよそれが 俺とかやったら別にすぐその辺でねいで、まあ、安いところそ,のその時間もなくてあなもう買う時間もなくもうギリギリで今からもし買いに行ったり取りに帰ったり着替えに帰ったらもう絶対間に合わへんというのでう、うん、とりあえずうちまたやったんで、うん、ここに荷物こう持ってたら<ー>とりあえず隠れるわと思って行ったんですよはいはい、はい でまあ、とりあえずついてちょっともう、うん、もうそれで電車にボンくれたんで遅れてしまって、うん、でまあ、そこっそり入って座って、うん、で式典が終わって、はい、そこでとりあえずそっと出て<ー>ホテルの人にすいませんあの安全ピン。あ ありますかって聞いたらやっぱえらいもんですねホテルってそういうことが結構あるからねなんかまあまあいろいろタッパーみたいなやつに大小を並べで3つもらってやったんですよこんな時にねでもねどうするかっていうところが実は実はその僕パイロットじゃないですかでその僕がパイロットの意識としたら緊急事態が何かあった時に 焦ったらいつもどうするかっていう、うんうん、どこにあの緊急着陸するかみたいなことがあるんで、そう思って、とりあえず、今言ったようなことをしたんですけど、えーえー、やっぱり人間って慌てると、何なるほどなるほどなるほど。えー、そんなことありますなんかお尻に穴開いてしまったりとか、そんなんとかって。あんまり僕自体が太ってる方じゃないんで、あ<ー>そのビリッとかそういうのはないですけどね。あ なんかであるのかもしれないけど、なんかこう、ふと思いつくような、あこれが合わせたなっていうのは、<ー>あまあ、あるんやろうけど、な、うん何やろうね、あのーまあ、今、こうやってね、YouTube とか、うんうん、ラジオとかで話しするんやったら、それも一つの、まあうん、おいしいネタになるかなとは思うんだけど、例えばそれがね、お葬式であるとか、そういうところで。 ほんでまたね行ったら僕はま別に司会もしなくていいし、えー、スピーチもなかったんですよ、うん、な,かなかったんですけどたまたま僕の前に座ってた僕らの会の偉いさんが出ていく時に誰もみんなもうあのパーティーになってしまったから聞いてなくてわちゃわちゃなってるところで「小林さんちょ,っとち,ょっとちょっと僕呼ばれたらちょっと秋 出てよ,っててってよ。ああ、言われたんや。言われて。まあまあ、それは、それは分かるし。で、まあ、みんなを黙らせて、200人から出てるパーティーで、ちょっと注目引いて、違う人間が出てって、高いところからすみません、言うて、やったんですけど、その時も,も、僕と一緒にてるから。え、ここが破れてんのここ破れてんすよ。ああ、それは小モさん、申し訳ないけど、太りすぎやで。ああ。コモ、やっぱりもう一言で言うと、ズボンが破れるイコール太りすぎやからね。はい いや、それはそうじゃないですか。だって、普通にサイズ着た絶対に破れへんでしょ。まあまあね。まあ、それはなんかこう、神様からの。うん、はい。あ,あ一回、だから、コロナの時に15キロ痩せて、ダイエットうまいこと言ったから、うんうんうん。あの、結局15キロも痩せんでいいんですよ、このさん。はあ、たった5キロでええから痩せろっていうことの、まんじかなと思って。なるほどね。うん、やべ、もう振り返ったら、やべ、 やっぱり退職感はね、ええ、一番体に悪いらしいですよ。ああ、まあまあ、昔に比べたら減ってるとは言えね。それは多いでしょ、ええ、やっぱり、うん、なんか、ええ、ちょまあまあ、俺も人のこと。あんまあ、食べないもんすもんね。僕は食べないようにしゃな、なんせ完食をしないっていうのが、ええ ポリシーですね、<ー>ちょっとこれもらおうっていうのが、もうほぼないんですよ。なるほどだから、そのお菓子を食べるだとか、えー、いうのはあんまりないと、まあ、だから、うん、とはいえ、やっぱり、でもね、僕ね、デビュー当時五 58, 58キロやったまあ身長は変わらないですけどね、えー、もちろん、168キロで、21歳にこの時入った時にまあ吉本でやっぱり体重とか測らなかったので、うんうん、58キロやったんですよ。えー 今63なんで、5キロぐらい太ってるんですけども、三十何年の間に5キロって言ったら、まあまあ、内臓脂肪もあるかもしれないですけども、やっぱり、コモさんは、多分ん退職感やで、体も大きいのもあんねんけど、やっぱりどっかのところで、こうなんですよね。あのね、えっと、終わってからお酒飲んでるときに、やっぱりよくラーメンの締めとか、あれやめましたたそれをやっっちゃてままた。 また戻っちゃってるんですよ、あれ、脳がバカなってるだけで、全然腹減ってへんいですよ、あれね、あの締めでなんか食べるってあるじゃないですか、もちろんね、飲んでる時に食べなかったらお腹減るの当たり前で、ビールなんかはもともと食前酒やから、別ダイエットの番組じゃないから、いやいやいや、それ、あれね、結局、ほら、飲みすぎて寝てしまったってあるでしょ、あれも気絶してるってよう言うじゃないですか、脳寝てへんって言うでしょ、それと一緒で。 お腹減ったっていうのは、あれ嘘なんですって。ああ、小腹が空いたな。あ,れあ,れあれの、お酒飲んで終わりに何か食べようっていうので、はい、全然実はお腹減ってなくて、ええ、脳が、脳が酔わせてるから覚醒して何かを得なければっていうのを、はい、勝手に表持てるらしいだけ,だけらしいですよ。ああ、そうか。あ、うん、あ、それは、それはええことに気がつきました、今。この年になって。いやいや,いや、だからね。<い>で、結局、ラーメン屋行くと、ラーメン屋で、 チャ絶対食えへんわ俺そんな、えー、食えんじゃん食べたいと思ったことがないそこでそこのラーメン屋行くとビール頼んだらいつもサービスであのチャーシュー盛り出してくれるんですようーわーそいやえ駒さんあれ行ってんの、ね、人間ドックとか行ってないいや絶対どっか悪いですよかなあいやだからもう悪いって言われるのが嫌でそんなん言うてられへん60も過ぎて会社のーらには年に1回ねちゃんとう,ん、まあ、うち1世や会社やけど誕生日に 誕生日にに合わせてててちゃんと行くようっっ言確かに、コモさんのツイッターとか見てたら、よく食べんなって思うもん、ほんまに、でまたね、コモさんら世代の人って、戦後、まだね、もうまだ、そうです、言うたでしょ、36年ぐらいってな、甘いもん好きでしょ、70代とかの人って、この間もみたらしだことありま僕ね、そうそう、なんかね、村上彰子さんいらっしゃるで 僕びっくりしましまたもん<う>3年ほど前かなたまたま焼肉屋でお会いしたのかな、うん、で一緒に食べようやみたいになって、ええ、で俺とうちの,あの奥さんとでその姉ちゃんと3人おったんですけど、ええ、一緒に食べよう言われて多分ね大げさじゃなくて、ええ、あの人一、ええ、人でね焼肉ね一人ですよ、ええ、10人前近く食べてましたよ。 ああ、ああまひと皿ちょっとナイスで言うたらねいや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 もうえげつなかったと引きましたもん僕でご飯代、うん大ごはんは大になるごはんは大いや俺だからなんでやろそんな食べんのって思いますもんあの僕僕は食べないんで僕もいや本当びっ 皆さんびっくりするといです、えー、いや、羨ましいんですよその、よう食べはんなって思うので、うんうん、まあまあ、よくラジオなんかでもね、えー、相原が、うん、朝食は朝食なんで、えー、貧乏人やったから、<ー>よう食べるってイメージあるみたいやけど、もう全く食べ,食べないことないんですよ、食べるんですけども、なん、えー、でそんなお腹減りますのみたいな感じなんです、僕らすると。 あまあだから、それで言うと、<お>その<何>お、お酒飲んでる時に頭がバカになってるのと同じように、<laughs> うん、シラフの時も、うん、あの、お腹空いてる感がずっとあるんですよ。まあ、それはなんかわからへんけど、血糖値がどうのとかいうのはあるのかもしれないけど、ほんで、あの、ほっといたら、うん、ご飯ちょうだいねって焼肉屋で言ったら、はい、もう勝手に、台,手に台が出て,きて それでも癖や思いますよ。もう全部、あの、寿司でもシャリコマにしたりとか。もうシャリコマ、い一回言うとシャリって言うのその身長で言うの分言うたらちょっとボケや思われるもんな。すらかわいせやなでも、あの、ね、ショーあるじゃないですか。はよう頼まないですね。あだからね。別に言わなくてもね、で、なんかで聞いたことあるけど、えっと、3食になったんで、 日本人って、はい、もうなんか、明治以降で、100年ぐらい前ぐらいからかな。もうちょっと、もうちょっと。いやいや、そんなもんです、ね。だから多分、江戸時代に普通の,あの農家の人とかやったらもう2食、うん、で, 2> でまあまあ、それがええか悪いか別としてはもう。うん、でね。 お昼やからご飯食べよって人間思うけど、あれ、間違いらしいですよ。人間ってお腹が減ったらご飯を食べなきゃんのに、はい、お昼やから、うん、この時間やからご飯食べよっていうので、はい、なんか間違いらしいですね。そ、まあ、そうかだかだら,ら結局 それこそ明治になって、工場でみんな働くようになって、工場は例えば9時から動かすんやったら、9時までに来といて、12時になったら1回止めて、1時からっていう、たそこからですわね、あのー、コモさんね、うんまあ、コモさんなんか早起きやからあれけど、うん、俺、計算したらね、大体、うん、ほんなら、今ね、12時にご飯ってなってますやんか、一般的にですよ、うん、今もちょっとこれ変わってるかもしれんけど、ええ、12時に昼ご飯のお腹が減るんやったら、ざっ、うん、と計算したら、うん 朝の6時前に飯食うとかなダメなんですよ。ああ<ー>。そうでしょそうですね。 そうです。それを、今、日本人って、朝ごご飯食べて8時ぐらいはい、そうです。で、9、10、11、1時4時間しか経ってないんまたご飯食べるんでしょ。俺、それを信じれなくて。備えそない腹減るかと。いやいや、それ確かにお昼ご飯の時に、ああ、腹減った思って食べてないですわ。そうでしょお昼やから。から、これはもう、これはなんとかやから、日本人の悪い癖で、なんとかやからこうであるという勝手な感じで、別に、 コモさんが8時に食うたらざっと見積もったでお腹減るの2時ぐらいなんすですよで2時にお腹減ってご飯食べるやんかそこでたっぷり食べとったら、うん、別に夜そんな腹減るかっちゅう話ですわまあ減ったとしてもそんな入らないですよあ<ー>まあ,まあ,まあ、ね、俺とコモさんやったら内臓ちゃうからねまあちゃうとは思うけどまあ別に自分が健康なわけじゃ偉そうに言えないけど だから通を食べる人って、もうなんかすごいなって思ういやでもそうか、だからいや、脳が勝手に空いてると思ってるだけやっていうのは、新しい発見ですわあもったいないね、日本人独特のもったいないね、僕もあるんですよ、うん、もったいない。うんうん、でも、考えてみりゃ、考えてみりゃです、小室さん、お米にご、ご飯にお米が残っとりますと、ええまあ、今やったら冷凍できるからええねんけども、なんか。 出してくれたからもったいないって、あるでしょ、ご飯例えば、人によってちゃいますやん、定食屋行きました、ご飯大って言いますやん、僕、普通でって言ったら、まあ、普通できますわね、定食でね。でもね、このご飯の、たまにないですか、こんなご飯入ってんねやっていう、いらんのですわ、こんな僕、少なくしてくれって言うたらですけど、初めて入った店んです、これが、どんな分量か分かれへんわけであって、 ねまあそれが180グラムなんだか分からへんねん、米に関してだけでも、これね、残したらもったいないっていうのがあって、いや食べるんやけど、本当に残してもったいないのかなって思うことになりますょそれでいうと、中国の人らは平気で残しますからね中国、韓国は残すのがおもてなしやし。 結構その、フランス人とかなんか、お行儀をなんか食べてるようで、結構食べ散らかして、残してても平気ですわ、うんうん、なんかだから、えーと、そうですよね、うんあのー、ダイエットって、よういう、まあ、僕もそのもうむちゃくちゃ太ったことないか分からないけども、やっぱり、たあの完食してますよね、太、うん、る人って。はいはい、そうです 感食します。それこそあの、コンちゃんとこの山川さんじゃないけど、昭和プロの新社長のあの唐揚げの人ね。これはもう感食ですわ。いや、だからやっぱり、物を置かないことですね。ああ。もう元々にね。目の前に置いてあると。俺絶対食べないですもんね。偉いわ。いや、偉いじゃなくて、っさないんですよ。いや、だからそんな食べたいうん。おそんな食べたい食べたい。美味しいもん。 美味しいし、それこそコロナで味覚がなくなった人とかの話聞くと、うん、あ、今のうちに食べてくれ。いやいやいや、わかるわかるわかる。かる <laughs> あの、美味しいものは美味しいでええねんけど、うんうん、よう噛んでないでしょ、ほんで。あ<あ>よう食べる人。早い早いのは早い、ね。あれ、むちゃくちゃ体に悪いてて。早いのは早いねん、これ。なんでやろうな。<laughs> コモさん、やっぱりね、やっぱりよく噛まなダメですって。ああ。 俺、偉そうには言われへん。ほんと、なんでも言われんけど、<や>噛んでないんちゃいます歯悪いしね。あら。奥歯とか外れたままになってるし、ねあら。あら、あら、もうむちゃくちゃやんか。ええ。歯医者行きなさいよ、ほんで。うん、近所にあんねんけどね。いやー、ほんとね、<laughs> <ー>なんか、あのー、やっぱり、肥満って、ね、ええ、ちょっと考えなきゃいけない、ね。まあ、それはそうですね。あの、それはまあ、確かに、その、社長の親の端くれで、やっぱり、うん 体重コントロールできてへん社長のとこは、銀行も注意しろってなんかアメリカでは太ってるだけで、就職がないそうそうそう、それは言われますああ、そうなんや、でもまあまあ、小門さんも 60? ちょっとほんまに、もう YouTube やってんねんから、僕、今度、大腸検査とやりに行くんです、富吉さんに紹介されて、お願いします、一緒に、一緒に紹介しましょうか。 そこで人に紹介されたら行かなあかんねいそういうことやねん、そ,そ,そ,そうやねん、俺、俺この企画の眼科、今から行くねんけど、えー、目もやっぱり、全然俺、別にまあ老眼はちょっと始まってるけど、えー、別に目なんか悪ないわ思ったけど、えー、やっぱり眼科って、えー、1か月2回ぐらいは見とかなうと、もうね、緑内障なんて、急に言われるらしいで。えー あそれで言うと、僕、そのパイロットの検査の時に、白内障とか緑内障の,の検査あ,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 ありますよね。僕、今、ちょっとしばらく乗ってないから、検査行ってないんやけど、うんうん、それは言われますわ。なんかね。早い方がいいよって。そうそう。だから、らあの、眼鏡かけんでえし、ラガンやからとか関係ないし、うん、やっぱり緑内障、白内障になるから、行、うん、っ,っとかなかなと思ってんけど、これ僕もやっぱり病院なんかね、どこ行ったらいいか分かんなんしと思ってたら、たまたまそれこそ、また村上昭治さんが、はいはい 名古屋でてなんかしたらどうされたんですかって言われ。いや、白内障のな、あれで手術してやんやと。あ,<ー>あ、そうなんや。っていや、なんか痛くもないんですよ、ね。今の白内障すごい技術が発達してて。で、全然痛ないけど、まあ、安静してええーお、お医者さんやからって言うてくれたから、うん、あどこですかって聞いたら、うん、たまたまこのスタジオの近所やって、あ、それと僕、あの、コモさんの声で来てるから、行、うんうん、きますって、なん言うたるわって、<ぁ>先輩から言うたるわ言われたら。はいはい 絶対行かなあかんやん。え、それはあります。だからもう絶対行かなあかんということで、俺がコモさんに、その、富オさんに寄せ持ったところを、もうあの、静脈麻酔でやってくれるらしいから、もう寝て起きたら終わってるっていう。へえ。そこ辛いのがあれやねん。あの、水のまあの、前の日に、絶食や。あの、水のまなあかねんね。ずっと便出さなあかんから。これきついねん、これが。超感チェックできるから。これがきつい。これはね、いや、できんことないですよ。あの、ご飯食べんと、その薬が、 2リットルぐらい飲まなかね、これがきついんですビールやったら2リットルだから、1回ちょっとそれで、ちょっとあの、まあね、このチャンネル、コモさんのチャンネルやから、コモさんの体のことも心配されるところも多いと思うから、せっかくやから僕が紹介したやつ行って、今から行ってきますって取ったらよろしいやん。そうですね。出てきて、こう出てきたとか、その時に分からへんで、なんかの、すごい、なんか、腫瘍が見つから、それがこうや、それがこう言うてられへんやんって、まね。ちょっとほんなら僕が責任を持って、コモさん え、あの病院紹介して確かにその人の生前ビデオを撮って余命宣告どうなのか言ってる場合じゃん。それやで赤<の><の>かがそんな。う,ね、んうん、はい、だって長寿さんからも電話が的てきてましたもん、はい、僕。行ったかよって。おお。 その時に、いや、まだ行ってないんです、ねうん、言いにくいじゃないですか、うん、もうちゃんと予約はしてますって言ってたんでね、もうこのそうこの後あううガン科に行ってきますので、はい、皆さんもちょっとそういう、そういう病院嫌いな,いなって人には、そういう上,上とか、その同僚とか、はい、まあ僕みたいなこの、はい、こういう関係の人に、もう予約取ってもらうって、はい、これが一番もう行かなしゃあないということでね、ええ、あどうぞよろしくお願いします。<laughs>